これはある小学校の校庭で子供を遊ばせていた際に撮られたホームビデオである。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。どういうビデオなんですか？いや、日曜日にここの小学校のグラウンドで、まあ誰でも入ってもいいってことなんで、せっかくだからちょっと子供と一緒に遊びに。近いんでね、よく行きますけど、あっちの花壇の方じゃない？ああ、ね、鉄棒の奥の花壇のあたりとか、うん、お花がいっぱいあるんで綺麗かなと思って撮ったんですけど、そこら辺でまあ自分がカメラ回して家に帰って見てみたんですよ。そしたら、まあ、その時、まあ、校庭の真ん中あたりでこう遠くから撮ってたんですけど、なんか声が入ってたんですよ。なんか、ね、誰もいなかったよね。ちょっと夕方だったんで、もう誰もいなくて、妻とも距離があったんで、なんか妻とか子供の声じゃなくて、なんていうんですかね、カメラ撮って自分の声入るじゃないですか、その自分の声と同じくらいの声です。じゃあ近くに誰かいたよ。本当なんか撮ってる時に隣で誰か喋ってるっていう感じでした。こうなんか男の人の主人とは別の声がしてました。カメラのすぐそばで発せられたような男の声。しかし撮影当時、校庭には投稿者の家族3人以外に誰もいなかったという。それではこのビデオに残された不可解な声は一体誰がどこから発したものなのだろうか。よいしょよいしょ、トミーバイバイ。さあもう一回行こう。ジャンプ、よーいどん。ほらこっちこっち、ジャンプ、こっちこっち、はい、愛してください。こっち来て、こっちこっち。お、大丈夫？海そうさん、お父さん。